埼玉県立松山女子高等学校は埼玉県東松山市泉町にある県立女子高等学校。通称は松女。1926年創立の松山実家高等女学校に期限を持つ。1942年に埼玉県松山高等女学校となり、1947年の新学則実施に伴い併設中学校を設置。 専攻課を廃止5年生実施。1948年、現在の埼玉県東松山市泉町の地に高知移転。同年新学生実施に伴い、埼玉県松山女子高等学校に新設移行。1949年に県立以下認可され、埼玉県立松山女子高等学校となる。1987年に食堂も竣工され。 1988年に格闘胸も竣工され、2004年度から3年間、埼玉県の県立高校進学指導アドバンスプラン推進校、推進校に指定された。2006年度から文部科学省のスーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定された。2011年度から3年間、埼玉県の進学力グレードアップ推進事業の指定校になり、 生徒の学力向上に取り組んでいる。書道部の書道ガールズで注目を浴び、テレビ出演や各種メディアにも登場している。毎年6000人超の入場者数を数え、遠くは都内や他県からの来校者もある。特に書道ガールズのパフォーマンスを実際に見てみたいという来校者も多い。入場チケット自産者、保護者等に入場を制限している女子校が多いが、 松女では誰でも入場家である。三年生のみがクラス参加を許され、1、2年生は部活動での参加や有志参加となる。三年生は高校3年間で最初で最後のクラス参加ができるので各クラスとも企画や装飾に工夫を凝らして企画優勝を目指す。HR 胸と特別教室胸の間にある中庭スペースにステージを組み、有志や 部活動の生徒が中心となり、ダンスや文化祭実行委員会の企画した祭事を行う。体育館で行う、ステージ参加である。来校者全員に渡すパンフレットのほか、中学生に渡す手作りパンフレットを配布している。生徒は自由参加で卒業生、中学生は参加か体育館で行われる。松女ダンスという松女ならではのダンスがある。生徒以外は、 体育館の2階から様子を見られる。これを楽しみに来る卒業生も少なくない。運動部11文化部24。ありがとうございます。